山田町子は日本の元フィギュアスケート選手。現在はコーチ。パートナーは橋口浩治、名古屋市出身。固い家の4人兄弟の末っ子で好き勝手に育った。7歳からスケートを始める。選手としては国体少年の部、インターハイで優勝経験があるほか、全日本選手権やインカレで入賞するなどを国内で活躍する。 近所学院大学卒業後、愛知県スケート連盟の手伝いに借り出されているうちに、これが一生の仕事になるとも思わず軽い気持ちで、コーチの道へ進んだ。伊藤緑、浅田真浦国際大会で活躍した多くの選手たちを輩出した世界的な名コーチとして知られる。伊藤との出会いは、伊藤が5歳の頃で、両親が離婚した上に、 家庭環境も恵まれない子だったので、スケートでご飯を食べていけるようにしてあげたいという、思いから自宅に引き取って育てたという。現在は、新田国林、山下真子、松尾入野のなどの指導に当たっている。コーチを始めた頃から普及に力を入れており、実著に、ライフワークは、底辺拡大だと綴っている。現在でも、名古屋スポーツセンターを、ホームリンクとするグランプリ。 東海フィギュアスケーティングクラブのコーチとして、子供たちを初心者から指導している。1989年文部賞、スポーツ功労者賞受賞、2005年文部科学賞、国際大会最優秀賞者受賞。ジャンプの指導に実績があるが、山田はたまたま、 ジャンプの好きな子が集まってきたからだと語っており、三回転アクセルに挑戦する文下生が多いのも特に進めたわけではないという。スケート技術の指導と同等かもしくはそれ以上に人間性やしつけを教え込むことに力を入れており、伊藤を排出するまでは、おしゅうとめさんのいる家に行ってもちゃんとやっていけるように仕込んでくれると評判を取っていた。また、一般的なコーチと違い、 選手の親を積極的に練習に参加させ、協力する方針をとっているほか、年長の選手の用具を年少の選手に再活用させることが特徴として取り上げられる。その他の山田の教え子に、小岩井久美子、田義江、中野ゆかり、大島敦志、山崎有矢や、村上かな子、宇野昌馬が、現在は山田のアシスタントを務める樋口美穂子などがいる。ありがとうございます。